こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。この前ね、うっかりねリンク貼っちゃったじゃないですか。それで再審査受けまして、比較的早くに通過したんですよ。リンクを外して動画でそれについてちゃんと作成して、まあ、収益が戻ったら早速それをアップしようかなって一生懸命作ってたんです。それと普段は視聴率のこととか気にして作らなかった動画を作ったりとかして、それをまあ収益落ちの間には作りたかった動画、収益優先じゃない動画をアップして、収益が戻ったら ちょっと悲しくなってしまいますね。とりあえず通ったんですよ。リンクを外しますって、収益落ちの原因になったこちらの動画の、説明欄の方に根拠となる、情報をリンクを貼ったところ、前回収益落ちしてしまったんですよね。ほとんどまあ同時と言っていいぐらい。今まで何かやらかしたらほとんど同時っていう感じですよね。でもまあ用心して、その前の動画、最近の動画何本かをチェックして、最初の頃にはそれも慌てて全部消したりなんかしたんですけど、もう前回、まあ今あれじゃないですか、週に1回とかそういうのしか上げてなかったですし、最近体調も悪くて週に1回ぐらいしか上げてなかったので、まあ今回はこれに違いないなって、何も支障のあるような動画を上げたっぽいもないので、説明欄にリンクを貼ったことが一番外部サイトへの、誘導ということでいけなかったと思って、それをまあ直して、で最終審査を受けましたところ通ったんですけど、そしたらまたやらかしてしまったみたいで、この何をやらかしたんだっていうことで本当に思い当たらないんですよ、今回ね。っていうのは、再審査申し込んで通ってから上げた動画ってそのほとんどないんですよ。で、この結果ですよね。最近お客様がチャンネルにアップロードした動画を慎重に審査しました。その結果、あかんということなんですけど、まあ今、なみえさんのキャンペーンで、一生懸命収益落ち中だろうというところで、ジョインの方で歌えるようになったっていうことで、まあお祝いも兼ねて、たびたび追っかけてみようかなと思っていたので、それかなとも思うんですけど、多分それじゃないと思うんですよ。この前ちょっと題名を過激にしたじゃないですか。で、まあ、普段やらないようなこと、まあ、喋っている内容はとりあえずいいことを喋ってると思うんですけど、まあ、普段の私に似つかわないような題名をつけてしまったかなって、検索するときもちょっと反対に引っかかりにくかったんですよね。ティッシュがなくなるはずがございません。とか、そういう感じ、他の方のものが出てきてしまって、アップした直後っていうのは検索引っかかりやすいのに、あんまりその題名では引っかかってこないっていうようなこともあったので、ちょっと題名が過激すぎたのかなというようなところですね。なので、これ、その最近のアップした動画を慎重に審査しましたっていうところなんですよ。ですからやっぱりちょっと過激な題名がいけなかったのかなって、下手するとちょっとね、反発周りから買うかなっていうような内容になっているのかなと思うんですけど、
で、ということなので、ちょっとまあ良い子の、愛チャンネルとしましては、題名をもうおとなしく変え、まあ、今後ですよね。内容的に言えば教育的な配置から喋っているつもりなんですけど、やっぱ人を非難するような印象を与えてしまわないように考えていかなくちゃいけないかなと思っています。後編としてですね、今回のコロナウイルスのことに関してもう一押ししなくちゃなって、ちょっと本当に人命尊重は大事なんですけれど、ちょっとウイルスについて分かっていない政府とマスコミが大騒ぎになっているようなところもありますので、もう一本動画作っとかな、こうかなと思ってたらですね、私ちょっと出かけてたんですよ。で、出かけてて、その間にまた消えてたので、いつ消えてたのってわからなくって、こちらのメールの方で確認してしたら夜中に消えてたんですよね。だから今までのように即座に、まあ、誤ってアップしてしまって即座に消えた、誤って説明文にリンク入っちゃって即座に消えたというのではないですね。今までは本当にうっかりっていうんで即座に消えちゃったんですけど、今回はなんか慎重に審査、最近の動画を審査しましたっていうことなんです。だからやっぱりかなり厳しくなってるのかなっていう気はしますね。で、そこからリンクをたどっていくと、まあ、YouTube スタジオに移動して勉強しなさいよっていうような意図もあるみたいなんですよね。でも、だから YouTuber として成功していくために、でも現在活躍している人たちとかいろんな方々の見てると、その対してそのやっぱり表題がちょっといけなかったかなと思うんですけど、たまにはやっぱこれぐらい世間のことに声を大にしてもいいのかなと思って作った動画だったんですけど、やっぱ題名はもうちょっとまろやかにした方がいいんじゃないのかなって、健全で社会をいい方向へ導いていく YouTube っていうところですよね。以前はテレビやニュースなどがその役割を担っていましたが、今はちょっとやっぱりいろんなことで報道規制もかかってきたり、みんな同じようなこと言ってて、まあ、その話、コロナウイルスの話はまた一本作ろうと思うんですけど、一応この YouTube スタジオで勉強してみなさいって、自分の最近上げた動画をチェックしてみなさいっていうことだったんですけど、まあこうでしょうね。まあ YouTube の審査担当者はチャンネルを代表するコンテンツをポリシーと照らし合わせて確認しますというところなんですけど、私別にその主なテーマとかないんですけど、とにかく私最新の動画がちょっといきませんよというところだったので、そのことを改善していきたいと思っていますね。ガイドラインの遵守っていうこともあるんですけど、まあそういうことなので、まあ現在それ何もできない、前回にも何もできないじゃないかとか、何もでき怖くてできなかったら面白いものが作れないじゃないかっていうようなことは申し上げたんですけど、知的レベルを高めていくということに関しては面白くなくてもいいのかなって、こう笑いを取るとか興味を引くとかいうようなことよりも真剣に動画を作っていってもらいたいということなのかなと思いますね。主なテーマは私ないんで、バラエティ動画なので、ちょっと分かりにくいところもあるんでしょうけど、
やっぱりね、歌動画そのものが厳しくなっているというところもあろうかと思います。でもまあ今月は予定通りっていうか、収益目的ではなく、奈美恵さんのお祝いに動画作りをちょっとしてみたいと思っていましたので、その線で今月はやっていきたいと思います。かなり苦労してね、先月アップするはずだった動画も作っておいたんですけど、やっぱりかなり力入れて、収益を念頭に入れてかなり苦労して作ったものなので、それは後でアップしていきたいと思います。だから今月の後半ぐらいからと思っていたんですけど、ちょっと難しくなりました。はい。このお話を皆さんもご参考にされていただければと思います。私ちょっとモチベーションいきなり下がりましたけどね。はい。本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価、この動画に対するご意見、ご要望、ご感想をコメントください。では、またねー。